スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。はいどうも、モバイルドットコム TV ちえほんと椿です。よろしくお願いします。お願いします。椿さん、なんとですね、楽天モバイル、はい、ついに 5G プラン発表しました。どういうこと？楽天モバイルなんですけど、今まではね 4G プランのみの販売になっていたんですよね。ああ、そうなんだ。はい、大手キャリアはもうすでにね、今年の3月ぐらいからですね 5G を始めていたんですが、うん、ようやくここに来て楽天モバイルも 5G を開始すると。ああ、知らなかった。はい、いうことで、まあ当初の予定よりもちょっとね遅れた形になるんですけど、まあ、うん、いよいよ始まるという形で今回プランが発表されました。で、今回プランもご紹介をしていくんですけれども、ちょっとね個人的にはスマホの方が盛り上がってしまいまして。スマホも出たの？はい、 5G 対応スマホもね追加で発表されてまして、こちらもね、うんうん、しっかりご紹介をしていこうと思います。何か魅力があるってことですね。そうなんですよ、非常にね面白かったです。はい、なんでその新機種も含めですね、楽天モバイルの発表されたものを全てご紹介していきたいと思います。それではやってみよう。それではですね、まず最初プランから入っていきたいと思います。はい、楽天アンリミット5新プランです。ああ、なるほど。はい、今まではね楽天アンリミットで、楽天アンリミットをバージョンアップさせたのが楽天アンリミット 2.0、 ここまで出ていたんですが、今回バージョンアップさらにされまして、楽天アンリミット5、今回名称は分かりづらいんですけど、楽天アンリミット5で 4G プランと 5G プランどちらにも対応したので、もう結局のところこの新しいプランだけが楽天モバイルのプランになると。あ、一つしかないんだ。そうなんですよ、なので迷う必要はもうない。珍しいね、 4G と 5G が一緒のプランっていうのは。そうなんですよ、まあ、au さんとかドコモさん、ソフトバンクさんってやっぱり 4G と 5G プランがそれぞれバラバラで展開をされているですけど、楽天モバイルについてはもうそれがもうガッチャンコされて1個だけっていうところが非常に分かりやすくていいんじゃないでしょうか。でもさ、 4G と 5G が一緒になったことで料金高くなるんじゃないの？はい、そこもね安心してもらいたいんですけど、うん、実はですね、既存の楽天アンリミットの価格据え置きで 5G が今回利用可能になります。え、同じなの？なんとですね、料金そのままなんですよね。え、すごい、まあ、非常にね、まあ、だってね、単純にね、大手キャリア au ドコモソフトバンクって、まあ、5G プランにすると大体8000ぐらいかかるんですけど、まあ、それが単純にね楽天モバイルだと月3000円と。え、めちゃめちゃ安いね、はい、まあ、非常にもうここはねすごくやっぱりインパクトがありました。はい、で新プランなんですけど、すでにね申し込みは始まっております。発表会中に始まりました、はい、なんですでに、ね、申し込みができるので、概要欄にねそのリンク一応貼っておきます。で既存ユーザーなんですけど、まあ、既存ユーザーってやっぱ気になるじゃないですか、うん、僕もね申し込んでるん でアンリミットの時に申し込んだ。そうなんですよ、4月に始まった時からもう申し込みをしたので、うん、まあ、かれこれ半年ぐらいは使う形になってるんですけど、既存ユーザーなんですが10月12日より自動アップデートされてこの 5G プランに移行されます。あ、それまでは今のプランなの？はい、そうなんですよ、もう既存ユーザーはもう何もしなくても 5G プラン勝手に適用される、はいはい、これねすごくいいなと思ってて、でもちろんね既存ユーザーですぐね 5G を使いたい人、まあ、僕みたいにね、はいはい、すぐにね 5G スポット探して使いたいっていう人に限ってはマイ楽天モバイルからなんとね実は今日からもう変更が可能です。自分でも変えれるんだ。はい、自分でも変えれます。なんでまあ、急がない人はもう自動アップデート待ってればいいんですけど、うんうん、はい、急ぎたい人はもう自分で変えれるんで、仕組みとしてはかなりいいんじゃないかと。面白いね。個人的に、はい、思っております。ちなみになんですが、楽天アンリミットの1年間無料っていうのはやっぱりだいぶ話題になったじゃないですか前ね。はい、でこの 5G プランになって、まあ、それどうなんだっていうところなんですが、先着300万人まで1年間無料は継続しております。すごい、はい、なんで継続しておりますんで、うん、まあ、今申し込んでもらえれば1年間無料でいけます。まだ300万人到達してないってことね。そうなんですよ。で今回発表会の中で発表されてたのが、一応3ヶ月で100万人を突破したと。4月から3ヶ月で100万人なんで、6月までで100万人っていうことは、おそらくねそこから、まあ、少しずつやっぱり契約者数って鈍化していくじゃないですか。落ちていくってこと、まあ、若干緩やかになっていく形になるので、うん、って考えるとまだ200万人到達してるかしてないかぐらいかなと僕は思っております。そこは内緒なんですね。はい、今のところは発表されなかったです。なるほど。はい、なんでとりあえず今申し込めば間違いなく1年間無料は適用できるはずです。 5G エリアについてなんですけれども、はい、やっぱ気になるここだよね。そうだね、はい、はい、出てましたね、これね持ってきました。どうです、ちゃんと1ページに収まる範囲内で表示ができておりまして何これ新しくない、はい、なかなかあれ、今現状 5G 使えるエリアは全部で6都道府県、
北海道、埼玉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、この6都道府県だけで使えます。中でもさらにこの住所が限られたこの微妙なエリアだけ使えると。まあで、これからね、順次あのエリア展開をもちろんしていくと気合い入っておりましたんで。はい、はい。そうでしょ、はい、というわけでね、あの僕知恵本が住んでるエリアについては、はいはい、あの全くね、あの対応してなかったので、ね、はい、僕はあの自動アップデート待ちたい感じになりました。ね、はい。あのもしねエリアにね入ってる方はね、ぜひねあのチャレンジしてもらえると速度気になっておりますので、ぜひね視聴者の方でね、あのもう実際使えたよっていう方いたら、ぜひねコメントもしくはツイッターの方でね画像を送ってもらえれば、貴重な方ですよ。はい、僕反応しますので、はい、ぜひねあのご連絡お待ちしております。ちなみに 4G は使ってみてどうだったんですか？はい、で楽天アンリミット、まあ僕はね半年ぐらい使ってきた中でなんですけれども、うん、非常にね通信については個人的に安定してるのかなと思っております。あ、意外と使えるんだ。はい、意外とね普通に使えております。でただね、あの相変わらずその使える機種っていうのはやっぱり少なくって、あ、そうかそうか。で iPhone についてはやっぱり現状はね、あの公式には非対応なんですよね。うん、はい、って考えるとやっぱりまあ万人にはやっぱりまだおすすめはできないんですけど、うんうん、単純な通信とか電話に限ってはまあそこそこ使えてる。注意してほしいのは、一応ね僕楽天アンリミットの楽天モバイルの本回線が使えるエリアに住んでるんですよね。そうなんだ。はい、で楽天モバイルってややこしくって、楽天モバイルの本回線と au から借りているパートナーエリアっていうのがあります。今ね本回線のエリアにいるのに、僕はなぜか au のパートナーエリアの回線が使えてるんで、あれあれってなりますよね。そう、あれってなるんですよ。なので、うん、あの一応ね楽天モバイルの公式サイトに楽天モバイルのその使える、まあ、本回線が使えるエリアって出てるんですけど、はい、あれをねあんまり信用しない方がいい。まあ、あれに対応してても僕みたいにパートナーエリアで使うことになるっていうことはね一つ覚えておいてほしいんですけど、ただそれでもねもちろんねあのパートナーエリアの方があの au 回線なんでね、はいはい、結構安定して使えます。そうか。はい、まあ、でも使い放題じゃないってことだよね。はい、あ、一応ねあのパートナーエリアの方はデータ容量月5ギガまではあの普通の速度で、でそれを超えた場合は最大 1Mbps で使い放題となります。一応だからね、うん、使い放題は使い放題。 1Mbps って、まあ、普通に YouTube 動画とかも見れるんでそこそこは使えるんですけど、楽天回線エリアに比べるとやっぱりねちょっと落ちる感じ。なるほどね。はい、なんで僕はね早くあの楽天回線エリアになるといいなと思っております。それではですね、ここまで、まあ楽天のね、新プラン見てきたわけなんですけど、うん、まあ僕が注目したいのはやっぱりスマートフォンなんですよね。楽天ビッグ。何それ？あれ、反応があんまり良くないですね。あの、椿さんのね。はい、ミニだったよね。はい、そうなんですよ。世界最小クラスの、まあ楽天ミニっていうのがあったと思うんですけど、うんうん、まああれの後継機ではないんですけど、楽天ビッグっていう新プラン。でかくなった、はい。でかくなったバージョンが登場しました、なんと。で、5G 対応スマホとなっておりまして、なんとね、約 6.9 インチの有機 EL ディスプレイを搭載しておりまして、世界初のディスプレイ下インカメラ搭載です。どういうこと？はい。ディスプレイの下にインカメラが埋め込まれております。今までってさ、パンチホールカメラってあったじゃないですか。うん、あれはディスプレイの見えるところにインカメラがあったでしょ？はい。あれが、あの、もう本当にディスプレイの下に入っちゃう感じ、イメージは。見えないんだ。そう、見えないんですよ。で、これがね、フェリカ搭載スマホの中では世界初となっておりまして、非常に興味深いスマートフォンになっております。CPU スナップドラゴン 765G 搭載で、なんとね、765G なんですよ。はい、ゲームもできるスマートフォンになっております、ちゃんとね。メモリ 6GB で、ストレージ 128GB、クワッドカメラ搭載で、広角、超広角、マクロ、深度カメラを備えております。うん、バッテリー容量は 4000mAh で、重さは 227g。227g。ビッグとつくだけあってですね、ちょっと重いという感じになっております。IP68 防水防塵&お財布携帯対応。まあ、でもここがね、すごいなって思ったんですよね、今回。で、指紋認証のみ対応で、顔認証は非対応。イヤホンジャックとワイヤー充電については非搭載になっております。で、カラーはブラック、ホワイト、クリムゾンレッドのこの3色展開となっておりまして、クリムゾンレッドについては一応11月頃発売予定となっておりました。あ、違うんだね。はい、1色だけね、後から発売するみたいです。一つね、ちょっと注意してほしいことがあります。この楽天ビッグなんですが、なんとね、eSIM のみ対応しております。eSIM。はい。あの、eSIM って多分、椿さんあんまり知らないと思うんですけど、うん、あの、普通のスマートフォンってね、今、物理 SIM って言って、SIM カードを挿して通信をしてるじゃないですか。うん、そうだね。はい。この楽天ビッグは、普通のね、物理 SIM を入れることができなくて、まあ、そもそも SIM スロットがない。そうなんだ。はい、なんで、eSIM っていう中になんか埋め込まれてるやつを
駆使して、まあ、通信ができるみたいな感じなんですけど、ネット上で契約するやつ、そういうこと、そういうことです、まさにそういうことなんです。これが不便じゃないかって僕は思ってるんですけど、例えばね、 SIM を差し替えて使えないんですよ。 eSIM を入れ替えて使うことはできるんですけど、ちょっとね、一般ユーザーにはちょっと不便かなと。今持ってる人でそれを使いたいってなった時は使えないってことだよね。そう、例えばだから今使ってるスマートフォンの SIM カードをこの楽天ビッグに挿して使いたいっていうのは無理ってことですね。はい、そうか、はい、楽天ミニも実はそうだったんですけど、この楽天シリーズってなぜか eSIM しか対応しないんですよね。はい、この辺がちょっと惜しいなと思ったところ、ただね、販売価格なんですが69,800 円税込みとなっておりまして、 5G スマホの中で比較的安い部類になってるんじゃないかと思っております。 CPU スナップドラゴン 765G 搭載で、かつねバッテリー容量も大容量、しかも IP68 防水防塵お財布携帯対応してて、世界初のディスプレイ下インカメラも搭載してるって、ちょっと珍しいスマートフォンで、確かに、ね、価格がね7万円切ってるっていうところはね、かなり評価できるんじゃないかと個人的には思っております。すごく欲しい。ただ物理 SIM を使いたい派なので、なかなかね、うん、ちょっと購入には今踏み切れてなくって。あ、やっぱ千本さんは物理 SIM 入れたいんですね。入れたいんですよね。なんでそこだけが今ちょっと引っかかってて、買うか買わないかすごく迷ってます。で、皆さんもね、ぜひね、この辺コメントいただけるとすごく嬉しいです、うん、ね、これどうなんだろうね、皆さんの反応的に。私は使えないからね。そうだよね、椿さんがこれ使おうってのはちょっと難しいかもしれないんですよね。そうだよね、うん、なかなかね、 eSIM ってまだ一般的には広がってない感じがしてるので、うんうん、まあ、その辺どうなのかなと思っております。で、実はね、もう一台新機種出ます。もう一個あるの？楽天ハンド。なになになんとね、こちらは 5G 対応スマホではないんですけど、 4G 対応スマホとなっておりまして、世界一スリムな横幅を実現したモデルとなっております。新しい、まあ、横幅がね、かなり狭くなってて、多分持ちやすいんだと思います。こちらはね、あんまりまだ詳細が出てなくって、うん、詳しい情報は、まあ、今後多分出てくると思うんですけど、出ていた情報だけお伝えすると、約 5.1 インチの有機 EL ディスプレイ搭載、 CPU にスナップドラゴン 720G を搭載しておりまして、まあ、そこそこね、動くモデルとなっております、うん、で、デュアルカメラ搭載で広角深度っていう構成になっております。バッテリー容量は 2800mAh、 ちょっと少ない、うんうん、はい、感じですね。で、お財布携帯には対応しているようで、指紋認証、顔認証も対応で、カラーはブラック、ホワイト、おそらくクリムゾンレッドだと思うんですけど、今現状ね、カラー名は出てなくて、一応レッドっぽいのが表示されていました。販売価格は未定、今年のね、秋頃発売予定で、まあ、もう間もなくね、発売になるんじゃないかと思っております。個人的にはね、すごく気になっておりまして、こっちの方がなんか使いやすそうじゃない、普通に。確かにね、ね、軽そうだし、まあ、ぜひね、ちょっと期待したいモデルになっております。というわけでですね、今回楽天からは2機種発表されました、うん、で、まあ、楽天シリーズの、まあ、兄弟機が出たっていう形で、楽天ミニ、楽天ビッグ、楽天ハンド、この3兄弟が揃ったという感じですね。作っちゃうのがすごいなって思う。はい、個人的にはね、結構面白いやり方だなと思ってるわけですよ。楽天ビッグさ、まあ、eSIM 対応はちょっとあれですけど、うん、それ以外の仕様についてはすごく面白くって、非常にね、気になっている。ただ購入に踏み切るのはちょっと怖いなっていうところで物理 SIM を使ってるんで、変更すると手数料がかかったりするんで、それがね、ちょっとネックになっていて。選べるんですね。そう、一応選べるんですよ、うん、はい、っていうところもね、ぜひね、皆さんの感想をお待ちしております。で、先ほどもお伝えしましたが、今回発表された楽天アンリミット5、こちらすでに申し込みが開始されております。ぜひね、300万人までの先着でね、1年間無料なので申し込んでみてはいかがでしょうか。結構面白いと思います。ちょっとね、まだメインの回線はやめておいた方がいいと思います、正直な話、うんうん、サブとして使うなら結構ね、いい回線だと思うので、ぜひね、チャレンジしてみるのもいいじゃないでしょうか。もしこの動画がよろしければ、グッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。